ネズミが数を3程度まで正確に認識し、特定のものを選択して数える数え分けもできることを初めて証明したと、金沢大学の研究チームが発表し、アメリカの学術雑誌で公表されました。実験はドアのついた10個のブースを用意し、6個のブースを選んで前に物を置き、そのうち左から3番目に入った時だけ餌を食べられるようにした結果、7匹のうち5匹は500回から1200回の練習でほぼ正確に餌にたどり着けるようになったとのことです。さあ、こちらのニュースは男性が 38%、 女性が 62% です。年代別に見ますと10代20代の皆さんが最も反応しています。動物や昆虫を使ってはここに直接脳に電気信号を加えていって人間がコントロールできるようにするなど、そういったお話も今開発が進んでいますが、そもそもネズミの能力としてこういうものが生態として明らかになってきたと。いや、私はね、にわかに信じがたい、にわかに信じがたい。私もちょっと今の話にわかに信じがたい。要は数字の概念っていうね、人間にとって偉大な発明が人間がゼロっていう数字の概念を発見したことだし、インド人が発見したというゼロの発見、数の世界っていうのは、そうネズミにね、やすやすと悟られる。いやいや、それは人間側の傲慢かもしれないですよ。ただその左から3番目には確実だっていうのは多分実験の結果でしょうから、そこをだから修正を覚えたのか何なのか、そこはちょっとね、もうちょっと数の認識じゃなくて単なる距離の認識かもしれない。行動としてなんですね。なんか意味あるんですかこれ。それを言ってしまったら、これ何をするんだろう、ネズミの脳を。ネズミを使ってね、また人間が何かできる。僕とキムさんみたいにね、トム&ジェリーみたいな感じが。違う、トムだって。懐かしい。まあ匂いがあったのかもしれないですね。そうですね。ちょっと見守りましょう。そうですね。木村理香さん、先ほどのね、ネズミの話、ネズミが数を数えるメルヘンチックという話。かっちゃんさん、ネズミの実験こういうのバカにしちゃいけないですよ。こういうところから人間の脳に関わる大発見がしばしば起こります。なるほど、これを基礎的にね。そうですね。トム&ジェリーの DVDR 面白いから買ったとか。ありがとうございます。どっちがトムだ。以上、ニュースワード口コミランキングでした。さあ、この後も最新のニュースをお届けします。穴の開いたチーズをパーンってね取る。